はいどうも、長月でございます。止まない雨に止みながら続きを実況していこうと思います。前回は、しとねちゃんになぜかお風呂場でのことをずっと聞かれているっていう謎のターンがありつつ、しとねちゃんとデートに行くぜっていうところでしたね。あと、謎に長月の学力が2、3回測られましたが、なんとか正解することができて、二面袋役所ということで。さあ、続きをやっていきましょう。町まではバス停二つ分の距離だ。俺はバスに乗ろうと提案したが、みそぎはそれを堅くなに拒んだ。というわけで、俺たちは徒歩まで町まで赴いた。とは言っても、30分そこそこで来られる距離なのだから、比較的に近い。そして、手は繋ぎっぱなしだ。なんというか、この格好で歩くのは恥ずかしいどころの騒ぎではない。こっち方面へ向かう生徒も当然いるわけで、その中を歩いてきたと思うと顔が紅潮する。しかし、みそぎはそれを意に介さず方を進める。まあ、みそぎは何かいつもより楽しそうな顔をしているので、今日はよしとしよう。みそぎが急に立ち止まり、こじんまりとした昭和の中頃から立っていそうなモダンな雰囲気を醸し出す喫茶店を指さす。ここだよ。お前、いつもこんなとこ来てんのか。渋いな。うん、ここ落ち着くよ。急ぎは俺に先行し、ドアを開く。いらっしゃいませ。中から中年の優しいおじさんの声がした。こりゃまた内装も相当古い感じだな。アンティークな洋風ケーブルや、天井からぶら下がる電球、使い古されたような茶色で統一感のある色調。夜はバーにでも使えそうなほど落ち着いた雰囲気。完全に世間の流れから切り離されたかのような空間だ。どう？こういう雰囲気は嫌いかな？いや、良い。すごく良い。お、よかった。俺は素直にこの空間に溶け込むことができた。世辞ではなく本当に落ち着くのだ。急ぎはそのまま足を止めずに一番奥の席へと向かう。昼時だが、客はまばらであり、その席には誰も座っていなかった。俺たちは二人掛けのその席に腰を下ろす。結局、席に着くまで俺たちは手を握ったままで、うっすらと手には汗が滲んでいた。いらっしゃい。主人ともしきおじさんがメニューとグラス、ピッチャーを持ってテーブルへ来る。なんか妙にニコニコしてるな。じゃ、決まったら呼んでね。はい。みそぎは相当にこの店を利用しているのだろう。あ、みそぎ？ここ喫茶店だけど食べるものあるか？俺はあんまりこういう店に来ないので、喫茶店イコール軽食のイメージが強く、ちょっと不安になったのに聞いてみた。うん、大丈夫だよ。ほら、ここにたくさんあるから。と言ってメニューを見せてくれる。典型的に日本の洋食屋さんなメニューだ。雨宮くん、決まった？いや、もうちょっと待ってくれ。結構な数のメニューから選ぶのは難しい。それに腹が減っているので、いろんなものに目移りして困る。急ぎは決まったのか？え、まだだよ。とは言うものの、急ぎはメニューを見る気配はない。把握できるほど足を運んでいるのだろうか。きっとそうなんだろう。いや、これはおそらく、しばしあって、注文を決めた俺は急ぎに尋ねる。俺は決まったけど、お前は大丈夫か？うん、決まったよ。そっか。すいません。俺は手を挙げて主人を呼ぶ。はい、ご注文は？俺はナポリタンで。メニューをほとんど見ていない美咲が何を頼むか興味があったが、その答えは意外。私も同じのを、やっぱり。ナポリタンが2つね。じゃ、少々お待ちください。そう言って主人はカウンターの中へと戻っていった。お前すごいな。全部メニュー覚えてるのか？俺はそれに感心し、言ったつもりだった。え？別にそんなことはないけど？あ？じゃあ、なんでメニュー見なかったんだ？そりゃ当然の自問だ。頭に入っていないメニューを選んだっていうのか？だって、雨宮くんと一緒なのが食べたかったから。俺の顔をまっすぐ見て、屈託のない笑顔で口にする。これ、幼馴染キャラとして結構珍しいタイプだよね。幼馴染って割と、照れが先行するイメージがあるけれど、素直さか。素直さを武器に行く幼馴染か。
こいつ天然なのか狙ってやってんのか全くわからん。俺はこんな幼馴染にちょっとした不安を覚えながらも、この答えに関しては何も言わなかった。というか、言う余地を奪われた。しばらくすると何かでかい皿が1枚テーブルの上に置かれた。ご注文は以上ですか？と主人が言ったが、俺らは2人分頼んだはずだ。まあ確かにこの皿に乗っている分は明らかに2人分だが、あの2つ頼んだはずなんですけど、ああこれで2つ分だよと主人はさも当然のように言う。そこで俺は悟った。ニヤニヤの正体はこれか。サービスがいいというか過ぎるというのか。おそらくみそぎはいつも一人でここに来るんだろう。それで当然のことながら顔は覚えられている。この主人、俺らが恋人同士か何かと勘違いしているとは思いつつ、まあ確かに誤解を招きかねない形態ではあるよな。俺はそこで反論するのはやめ、主人が戻るのを待ってフォークを取ろうとした。しかしすでにみそぎがフォークを持っており、その先端にはパスタが巻きついている。それを俺の方に差し出してきた。強いなこの幼馴染、強いな。食べて。あーん、こんなシチュエーション俺以外の男だったら脳がオーバーヒートを起こすと言っても過言ではない。起こしてるだろうお前も実は。いや、みそぎそれくらい自分で食べれるから、そういうのはお願いだから勘弁してくれ。じゃあ一口だけでいいから。みそぎは引こうとしない。というかこいつ結構強情なんだな。数日前までは学校で俺と話す時でさえ少し顔をあからめたりもしたくせに、慣れたのか昔のみそぎが戻ったのか、それがよくわからんが、俺は主人や他の客の目がこちらに向いていないことを確認してから仕方なくその条件を飲む。わかった、一口だけだぞ。うん、はい、あーん。みそぎが楽しそうに差し出すので俺は観念した。パクッと。ん？素朴な見た目と裏腹に結構美味しい。感想そっちなの？味なの？うん、これはうまい。そう、よかった。うふっと微笑して自分の食事に移るみそぎ。俺もそれに習って普通の食事を取ることにした。こうしてみると、みそぎも普通の女の子であることに実感しないでもない。なんというか、みそぎと普通に接するのも、これまた4年5年ぶりぐらいなので、いろいろ変わった部分も見えてくる。教室で見るみそぎはどこかアンニュイというか孤独な印象を受けるが、今ここにいるみそぎはそうでもない。もしかして変えてしまったのは俺なんだろうか。俺がガキの感情でみそぎと距離を置いたからかもしれないが、ごちそうさん。うん、ごちそうさま。食事を終え、フォークを置く。いやー、これでこの値段はリーズナブルだな。そうだね。でも、いつも全部食べられないんだけどね。確かに、この量を2等分しても女の子には辛いだろう。1.5 万、5人分ぐらい食べてるんだね。俺もおそらく相当な量を食べてると見た。そこでミサキが何かに気づいたように小さく声を上げる。ん？どうし、ん？ミサキが机に身を脱いだし、俺の口にナプキンを当ててソースを拭い取る。ほら、ケチャップついてる。吹いてから言うのやめて。吹いてから言うのやめてくれよ。俺は思わず赤面した。ソースがついていたことではなく、このベタベタな展開に、だ。俺は何かラブコメの世界にでも迷い込んだ気分だった。大丈夫です。これヤンデレの世界ですんで、大丈夫です。このまま見過ぎといたら恥ずかしくて死んでしまうかもしれない。まあ、今日一日の辛抱だ。それくらいは耐えてみせよう。はい、綺麗になったよ。じゃあ、出ようか。これは伝票をつかみ、おもむろにかな？おもむろに席を立つ。あ、うん。私、ちょっとお手洗いに行ってくる。急ぎがいない間に会計を済ませることにした。しかし、一人であることをいいことに、俺は主人に冷やかされた。お兄さん、あの子の彼氏かい？はっはっは、大切にしてあげなよ。いや、そんなんじゃないんですけどね。いやー、そんなに喧騒しなくてもいいんだよ。君なら大丈夫さ。お幸せにね。
こんな透かしてないでろ、店主、この店主。ぬぅ、余計な世話を。と思っていた頃に、みそぎが戻ってくる。あ、ごめんね。あ、じゃあ行こうか。俺たちは、店を出た。今度はみそぎが俺の腕に抱きつく格好で結構レベルアップしてるぞ。あの、みそぎさん？なんかすごーく柔らかいものが当たってるんですけど。ふふ、若いね。主人が何か言ったような気がしたが、どうせろくでもないことだろう。俺はいろんなことを気にしないように、できるだけ無駄な五感をカットするようにした。喫茶店を出た時点でまだ2時ちょっと。なかなかに時短はある。なあ、どっか行きたいところってあるか？天宮くんが行くとこならどこでも。俺も別に行くとこないんだけどな。聞いておいてなんだが、予想通りといえばそんな気がしないでもない答えを受け流し、あたりを見渡す。目に入ったのは、たまにアキラたちと遊びに行くゲームセンターだ。急ぎ、ゲーセンって入ったことあるか？あんまりないよ。目的もないし。じゃあ、とりあえず行ってみるか。こればかりはみそぎもうなずきかねているようだが、とりあえず、入ることにした。これでもやってみる？と、俺はいろいろ探しながらみそぎに提案してみるが、いまいち芳しい返事をしない。まあ、そりゃそうか。ガンアクションだったりクイズ系だったりあんまり女の子が好きそうなものは少ないもんな。それに多分ああいう渋い雰囲気の喫茶店を好むみそぎのことだ。うるさいのは得意じゃないだろう。ここの雰囲気に当てられてるのかもしれない。やっぱり出た方がいいかも。このままゲーセン内をうるついて得るものはないだろう。そう思って先にみさきの目線が UFO キャッチャーに留まる。俺は美咲が何かを見つけたのか、その目線の先を追うと、そこにはアイラス級デフォルメされたパンダのぬいぐるみがあった。次に美咲の表情を追うと、心なしか瞳は輝いているようにも見えた。あれ欲しいのか？聞くまでもないことのように思えたが、一応確認を取ってみる。うん。美咲は少し恥ずかしそうな素振り見せ、頷く。って、え？みそぎの声が周りの音にかき消され、聞こえなかったので聞き返した。あれ、取って。まあ、もともとどうにか楽しませてやろうと思ってきたからには、それも仕方あるまい。というより、実は望むところでもあったりするわけで。ふっ、俺の中の血がたぎる。それが笑いとなって組み上げてきた。みそぎ、俺の異名を知ってるか？え、急にどうしたの？知らないけど。表現した俺の姿に多少驚き、それでも素直に答えるみすぎ。狙った獲物は逃がさない。その名も、パーフェクトハンター・ソースケだ！やめてくれ。恥ずかしい。死ぬ、心が死んじゃうからそれやめてくれ。みそぎは呆然として俺の方を見つめる。ふっ。何あれ。他の客に笑われた。まあ、そういうわけだ。俺に任せろ。わざとらしく咳払いをする。あ、うん。俺は目当ての UFO キャッチャーに効果を投入し、クレーンを動かす。急ぎは楽しそうにクレーンの動きを目で追っている。パンダの頭上にクレーンを止め、アームがパンダを掴む。急ぎはまじまじとその様子を見つめている。そんなに珍しいんだろうか。パンダが少し宙に行き、そのままアダに移動するかと思いきや、ストン。あ、わかった！もう一回だ！通り名を豪語したくせにここで退くわけにはいかない。ものすごく悲しそうな顔をしているみすぎのためにもここは粘らねばならない。やった！取ったぞ！落ちてきたパンダをみそぎに手渡す。うん、ありがとう。と言ってみそぎは満足そうにマフッとしたパンダの頭に顔をうずめる。予想以上に金がかかった。こんなはずでは。俺は自分の能力の低下に落ち込み、その場に倒れ込みそうになりながらもなんとか踏みとどまった。
これはアロナを撤回せねばなるまいか。ん？どうしたの？そんな俺を見かねて、イソギは優しく声をかけてくれる。だが金を使いすぎたとも言えないので真実は伏せておいた。いや、なんでもない。どう？とにかくありがとう。ソウスケくんだと思って大事にする。ソウスケって名前ついちゃうのかな、そのパンダに。ソウスケって名前ついちゃうんだろうな、きっと。あれ？今何かちょっと違和感を覚えたが、それが何か考える俺の心に余裕はなかった。あれ、今なんかあったっけな。当然財布にもな。なんかあったっけ今。その後俺たちは夕方になるまで街を歩き回った。ウィンドウショッピングってやつ。俺は物を買う余裕など全くないので、ウィンドウショッピングとかその程度ではあるが。そして来た道をもう一度歩いて帰る。楽しかったね。みそぎがパンダを抱えながら微笑む。ああ久しぶりだな、みそぎと二人で遊ぶってのは。うん。みそぎが少し憂いをはらんだ表情でうなずく。その方が夕日に照らされ少し寂しくも見えた。ねえ。ん？うん、なんでもない。みそぎはパンダに顔をうずめて言葉を紡ごうとしない。そしてそのまま俺に体を預けてきた。ねえ。どうしたんだ？疲れて体調が悪いとか？ううん、懐かしくて。最初、みそぎの言った意味が理解できなかったが、記憶を遡ってみると思い当たる節があった。懐かしいね。そうか、確かにな。うん。幼稚園の頃、みそぎは毎日小さな体に対して割と大きなぬいぐるみを抱えていた。そして、毎日俺とだけ遊んでいたような気がする。俺が思い出せたのはそこまでだが、みそぎはどんなことを思っていたのだろうか。しかし、さすがにそこまで聞くのは無粋だ。あは、お前、変わってないな。うん。みそぎは夕日に目をうずめ、思い出に浸りながら俺の横を歩く。二人とも言葉少なに歩いていたが、それ自体が昔のままっぽくて落ち着きました。あー、すっきりした。風呂から上がり、自室のベッドに倒れ込む。そして、そのまま手を伸ばして、机の上にあった財布に手を取る。その中身を見て落胆する。今月はあとこれだけなのか。端的に言うと小銭のみ、今月を過ごせるか不安だ。今日は歩き疲れたなぁ。一つ大きなあくびをし、俺は電気を消して眠りに落ちた。色が変わったね。これみそぎ視点ってやつだな、これ。6月16日土曜日と思ったけど、ちょっとここまでにしましょうか。今回はデート会でしたね。次回はこのみそぎパートからやっていこうと思います。よろしければね、動画が面白ければ動画の高評価チャンネル登録してまた遊びに来てください。以上、長月でした。また見てね。曇りを感じる、ちょっと変態チックになってきたんですけど。そしてなぞるようにその手を首元に滑らせ胸まで持ってくる。ちょっと読めないよ。その言葉ちょっと読めないんですけど。胸の膨らみを包み込むようにし、パジャマの上から撫で次第に力を加え、乳房を優しく揉みほぐすように。ちょっと待って。